はい、こんにちは、みずくんです。今日はですね、今ちょっと動画を撮り終わってね、近鉄橿原線の尼辻駅に来ております。はい、こっからね、どうしようかな、隣の駅行っちゃいますか。まあ、隣がね、大和西大寺が隣、こっち側にあるんですけど、反対側のね、駅行ってみましょうということでね、ちょっとね、歴史的なところもあるんでね、どういうところか行ってみたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。ふぅ、さあ到着しました。西の京駅になります。はい。で、隣がさっき来た尼辻の駅、そして隣が九条の駅ですね。まあ、九条はね、また改めて紹介するとして、今日は西の京駅、近鉄橿原線西の京駅に来ました。そしてね、これね、駅のホームにですね、なんともうでっかくちょっと逆光になってます。見にく見にく薬師寺って書いてるんですよね。見にく寺は見える、薬師薬ちょっと見にくでか薬師寺って書いてるんですよね。はい、ということでね、この裏にね、もう薬師寺があるんですよね、すぐそばに。で、まあ一部ね、特急も停車する駅なんでですけど、もう観光のために泊まるようなところかなという感じがします。はい、駅はシンプルに2面2線の駅になっております。ただね、やっぱりね、駅もね、歴史チックにね、こう木でできてるとかね、まあ、この中鉄骨通してるんですけど、側だけでもね、木にしてるとかね、結構味のある駅にしております。この感じでね、これ上もね、こっちは普通の駅舎なんですけど、この上は木ですね。まあ、日中だけ1時間に2本ですか、観光ですよね。もうこれは完全に観光の時間ですよね。こういう感じでね、あります。
スもあるんですけどね、ちょっと人がおられるんでね、エアコンだけちょっと見てきますか。はい、ということでサイソンでしたね。そしてね、カロリーメイトも売ってます。駅がある駅にカロリーメイトっていう感じですね。自販機もあります。トイレもありますね。こんな感じですね。結構直線コースが長いですね。このね、前の道ね、この踏切になってるじゃないですか。ここ何回かね、僕車で通ったことあるんですけど、めちゃくちゃ狭いです。はい、はい、ということでですね、外に出てみましょう。こう外出たらすぐに薬師寺の参道があるんでね、いいかもしれませんね。行ってみましょう。改札に参ります。改札間では反対側のドアが開きます。ドアが閉まりますと自動的に改札間へ参ります。ここもね、時間帯に一応無人駅なんですけど、まあ、時間帯、盛り上がる時間帯とかは人がいるのかな、盛り上がる季節とか、こんな感じになってますね。大和八木まで360円。駅を出るとね、観光案内図もありますね。ただやっぱりね、この西の京駅はやっぱり薬師寺、そして東照大寺ですね、まあ、ここがメインになってくるのかなという感じがします。タクシー乗り場もありますね。なんだこれこれなんだこれこれなんだこれこんなのがついてますね。ここのね、前の道がね、狭いんですよ。そして夕方になるとね、学生さんかな、高校生の方がね、いっぱいね、ブワーって来てね、ここを渡るんですけど、その時すっごい大混雑します。
まあ、今でもね、車通りこんな感じなんですけど、まあ、こういう風にね対向できない状態になってるんですよ。もうちょっとマシにしてくれたらねありがたいんですけど、ここのここ車通り非常に激しいです。なのにすごい多いみたいなねところがあります。人通りも多い、車も多いということで、西野京駅こんな感じになりますね。非常にカーブが綺麗なカーブを描いてます。で、逆はもう直線ですね。こんな感じになっております。西野京高校、南側に41家族の町誕生と書いてますけどね、こういうのもありますね。素晴らしいです。ということなんで、せっかくなんで薬師寺参道を通ってみましょう。ふっとっとっと、ちゃんとこういう風にね案内もされてますからね、わかりやすいですよね。まあ、西野京駅から薬師寺まで100メートルということなんでね、来やすい場所だと思います。非常にアクセスしやすい場所だと思います。さあ、ということで薬師寺、まあ、そこがね西野京駅なんですよ。はい、もうすぐキューッと来てここ薬師寺です。早いです。あれ、お金取られんのこれ。京学門ということでね、こういう薬師寺あります。ということで800円取られるのでやめときます。まあこの先はねぜひね、お越しください。まあ、他にもねいろいろとあるんでね、お写経道場、元宗三蔵院館なんとかとかね、はい、まあ、世界遺産にもなっております薬師寺ですね。まああくまで薬師寺の紹介じゃなくて西野京駅の紹介ですからね、まあまあまあいいかな、800円も払わずにね、まあ、こういうところだよと、まあ中は来てのお楽しみっていうことでねしときましょう。後ろにはね塔とかもね立ってますから、ここは入れるのかな。入れますね、お写経道場。薬師寺のお坊さんが住まわれてるところかな、まあ、そんな感じなんですけどね。まあ、こういうところはタダで入れるのかな、はい、お坊さんが住まわれてるところがここなのかな、そんな感じがしますね。お写経道場って書いてある、違うかな。ということでね、律儀行こうね、近鉄西野京駅もこっちですよって紹介してくれてます。はい、ということでですね、今日は近鉄橿原線の西野京駅紹介しました。いかがだったでしょうか。まあね、薬師寺ちょっとね入れなかったのは申し訳ないんですけどね、さすがにね駅の紹介で800円払って薬師寺を見ようとは思わなかったんで、もしね薬師寺、そして東照大寺もあります、ここがね見たい方はぜひ西野京駅来てみてください。
結構ねやっぱりね歴史が好きな方はね、一度訪れるべきところではないのかなと思います。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。